22で結婚して、でその後すぐにもう育成が亡くなっちゃったから、俊介さんが引退して、でレコーディングしてる最中にそれが飛び込んできて、えってなって、スタッフの人たちもよく分かってないから、とりあえず撮ろうってなって、その2日前に収録だったよね、浴衣スペシャルみたいな、それも結局オクラ、最後に千葉の幕張メッセの俊介さんがいないライブをしたの。